当時公開された秋篠宮様、紀子様の新婦の映像、木造平屋建ての小さなお家です。こじんまりとしていた分、非常に落ち着く場所でもありました。間取りは寝室が一つ、当日の素材を入れても世に言う臨時体制。およそ60年の木造家屋を2人で過ごせるように直して、生活が始まりました。そして娘たちの誕生に合わせて部屋を増やしました。その中で娘たちは成長していき、子供たちの元気な声が響き、ギターやピアノの音もよく聞こえる、ぬくもりの感じられる家でした。秋篠宮ご夫妻はこの新居におよそ10年間住まわれました。その間、ご結婚2年目に眞子さまがご誕生、5年目には眞子さまがご誕生、小さな新居でご夫妻は大切な宝物たちと心を触れ合う日々を過ごされました。これは昭和34年、日本中に沸き起こる美智子様フィーバーの中、皇室に入られた皇后美智子様。一般病院でのご出産に始まり、以後に子育てを任せる広宮様、綾宮様、お二人のお子様を自ら育て、慣習やしきたりにとらわれず、国民に寄り添う新しい皇室の形を今に実践される両陛下の思いをしっかりと受け継がれているのかもしれません最近は、でも